寺田学は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員。菅直人内閣、菅直人第一次改造内閣、菅直人第二次改造内閣、野田第一次改造内閣、野田第二次改造内閣、野田第,次野田第三次改造内閣で、内閣総理大臣補佐官を務めた。父は、参議院議員や秋田県知事などを歴任した、寺田助代。母方の祖父は、 元秋田県議会議員の寺田栄志郎。秋田県横手市生まれ。秋田県立横手高等学校普通科、中央大学経済学部卒業。その後、三菱商事に入社。2003年、第43回衆議院議員総選挙に、秋田一区から民主党公認で出馬し、保守新党の前職佐藤義夫、無所属の石川蓮次郎らを破り、当時最年少で、初当選。 2004年民主党秋田県連代表に就任。2005年の第44回衆議院議員総選挙では小泉、旋風に乗る自由民主党の二田工事を約9000秒差で下し、再選。この総選挙で民主党は大敗し、代表の岡田克也が辞任。岡田の後継を選出する民主党代表選挙では、菅直人の推薦人。 選挙対策本部事務局長を務めるも、官は二票差で、前原政治に敗れた。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、秋田1区で3万病町の大差をつけ、二都に比例復活すら許さず参戦。同年11月、鳩山幸夫内閣のもとで設置された行政刷新会議の事業仕分け、第1弾で第1ワーキンググループの主査を務める。 同年11月の民主党は田県連代表選挙には出馬せず、新代表に就いた参議院議員の松浦大吾の下で県連幹事長に就任。2010年5月、普天間基地移設問題をめぐり、首相の鳩山幸男が辞任。公認の菅直人の下で内閣総理大臣補佐官及び副幹事長に起用。2011年3月26日、 福島第一原子力発電所事故への対応に、馬ぶち夫が内閣総理大臣補佐官に起用され、内閣法による補佐官の定員5人を超えたため、内閣総理大臣補佐官を退任。2012年2月10日、復興庁発足に伴う復興大臣等の人事が行われ、再び内閣総理大臣補佐官に起用された。 同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、秋田一区で自民党新人の戸賀氏博之に敗れ、比例復活もならず落選。2013年3月15日、秋田市長選挙に出馬する意向を表明。秋田市長選出馬に伴い民主党を離党し、無所属で立候補したが、現職の穂積氏に敗れ、落選。2014年12月14日、 第47回衆議院議員総選挙で、秋田一区から民主党公認で立候補し再び、戸賀市に敗れるも、重複立候補していた、比例東北ブロックで復活し、4戦。2年ぶりに、国政へ復帰した。2015年1月に行われた、民主党代表選挙では、元代表、岡田克也の推薦人に名を連ねた。2016年2月24日、 民主党と維新の党の合併に関する執行部の動きに反発し、広報委員長を辞任。同年3月27日、民主党と維新の党が合流して結成された民進党に参加した。同年9月に行われた民進党代表選挙では、玉木雄一郎の推薦人となった。2017年9月1日に行われた民進党代表選挙では、 菅直人や有田義ヨらフラと共に、枝野幸男の推薦人となった。同年9月26日、元参議院議員の松浦大吾が希望の党に対し、秋田一区の公認申請をしていたことが明らかとなった。民進党と希望の党は調整の末、一区から民進公認予定の寺田を下ろし、コスタリカ方式により、比例東北ブロック単独1位とすることを決定。 希望の党の第一次公認発表のあった10月3日、寺田は秋田県庁で記者会見し、自民を倒そうと戦ってきた仲間が、野党が割れてでも出ようとしたことは残念だと松浦への不快感を隠さなかった。10月22日、第48回衆議院議員総選挙が実施され、5選。松浦は秋田一区で東博之に敗れ、比例復活もならず落選した。 同年11月10日に行われた希望の党共同代表選挙では憲法九条堅持派の大串博を支持した。2018年5月に民進党と希望の党が合流して新党国民民主党が結成されたが不参加を表明し無所属となった。同年9月25日に立憲民主党の院内会派、立憲民主党、市民クラブに加入し、 立憲民主党の国会対策委員長特別補佐に任命された。民主党在籍時は菅直人の最側近の一人であり、菅が会長を務める国の形研究会に所属していた。ありがとうございます。